2022年新年明けました。そしてベスパ初乗りでございます。今年もメインはお散歩動画で、派手なツーリングとか別に名所を訪ね歩いたり、ランチツーリングしたり、そういうことはできないかもしれませんが、本年も相変わらずよろしくお願いいたします。皆さんお正月どのように過ごされていますか？家でゆっくりくつろがれているでしょうか？中にはお正月からツーリングに出かけてらっしゃる方もいると思います。初日の出見に行ったりとかね、年越しツーリングされる方もいるかもしれませんね。まあどうぞ安全にお正月過ごしていただければと思います。今年の1年どうしようかなっていろいろ考えてたんですけども、まあできることからやっていく感じで動画撮るのを頑張ろうと思っています。そして ET3 も去年増車いたしましたので、その走行動画もですね、練習風景ばかりでなくて、もうちょっとお散歩デビューしたいかなって思ってます。やっぱりね、いろんな環境で乗っていかないと慣れないっていうかね、守られた交通量の少ない道で練習ばかりしていてもですね、やはり自分のためにならないですし、 ET3 もやっぱりもうちょっとエンジン回して走ってあげないと、いたわってばかりではちょっとダメだと思うので、頑張ってお散歩動画 ET3 でもね撮っていきたいなと思っています。本当に短いご挨拶なんですけども、本年もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そしてよければ時間があればですね、覗きに来ていただいて動画見ていただければ励みになりますので、 YouTube の方もよろしくお願いいたします。